はい、ケンさん TV です。まあ、昨日、まあ今日もね、本日はいつの何時ですか、6月11日月曜日なんですけど、昨日、今年ね、僕はアートークっていうイベントと、まあ毎年やってるいろんな人が集まるアートークっていうイベントを、まあ9月29、30に、イベントやるんですけど、その前に、後にね、またちょっと面白い、iPhone 関係のイベントを、やることになりました。アートークとほぼ同時進行で動いてるので、僕のプライベートはもう、今年はもう全部イベントに捧げてます。もちろん実はそのイベントが終わったさらに先にもまたイベントを企画中です。今年はさらに、僕なかなかまだビジネス的にしっかりとイベントとかやれてないですけど、今年は社会貢献ってわけじゃないですけど、僕ももう36歳になったんで、まあ、ちょっとでも社会に何かいいものを残せたらなと思って、で今年はアートクにちっちゃい子供たちを、招待して、まあ、若干ねいろいろありますけど招待して、まあ写真展なんて体験してもらったら面白いんじゃないかなと。で、まあ、それに伴うワンデーワークショップみたいなのをちょっと今計画中です。そんなに僕は難しいことを教えたりとかできないので、とにかく写真でライフログを楽しもうっていう感じのワークショップにしたいと思ってます。で、まあ、昨日、そのアートの次のイベントの打ち合わせ、すごい充実しました。まあ、これからいろいろ自分は考えないといけないことがいっぱいあるんですけど、ちょっと、今年はもう6月までずっとダラダラと過ごしてたので、ちょっと頑張ってやっていきたいなと思います。で、昨日、買ったものを紹介します。トラベラーズファクトリーで、カメラピープルさんと、トラベラーズファクトリーの限定の、スパイラルレスリングノートっていうのをね、購入しました。これ期間限定で735円なんで、ぜひね、買った方がいいです。他の、今までのリファイルと一番違うのは、中が黒になってるってことらしいです。そして、昨日中目黒行った後に、どこだったかなあれは、代官山の、蔦屋ですかのとこにあった北村カメラさんで、これなんて読むんだろうな。ユリシーズっていう名前の、カメラのストラップですね。僕買ったのは、腕にはめるストラップじゃなくて、指にはめるストラップ。まあ、実際だと最近買ったソニーのカメラ、僕、首から下げる式のケースを買ったんですけど、まあ、それはすごく撮るときはいいんですけど、なんかこれから旅行のときって、やっぱし、旅行とかどっか遠出すると、やっぱし、NEX5 がやっぱり一番いいんだなーって最近気づきました。うん、ということで、まあ動画はね、その新しく買ったコンデーションがいいんですけど、ただでかいんですよね。なかなかポケットに入れないんですけど、ちょっと首から下げるのは、2台首から下げるのは大変なんで、ということで、ちょっとこれを一回、はめてみて、ポケットに入れるか、カバンから入れるか、でもストラップがないと不安なんで、ちょっと指式の、なんかね、今までと違うやつを買いました。まあ、1000円だったので、安かったです。で、まあ、その北村カメラさんじゃなくて、蔦屋さんで、僕もね、前、写真のプロジェクトのことを今とかって呼んでたんですけど、写真のね、なんか新しい雑誌が創刊されました。これは創刊号は無料でね、配ってるお店があるらしいんで、ぜひゲットしてください。本当にすっごい充実した内容です。こんなね、感じの iPhone グラファーの本とか出せたらいいですよね。ということで、ちょっとこれも無料だったね、北村、蔦屋で、回ってきました。で、最後は本屋さんで、じゃじゃん、キーボードマガジン、TM ネットワークが今回大特集。1500円高かったっすね。でもちょっと、久しぶりなんで、買っちゃいました。まあ、乗ってることはそんなにびっくりってことじゃないですけど、なんかちょっと、熱い気持ち、自分の中で取り戻そうよってことで、買ってました。すごいいい特集でした。ということで、気づいたら長いですね。もう4分。ってことで、ケンさん TV でした。まあ、今年は、後半、ラストスパートのように、ちょっと頑張って、楽しんで、まあ、今年の年末、来年の明けぐらいに、どっか、また韓国かなんかね、海外に行って遊びに行けたらなと思ってます。それでは、また、今日も一日、楽しみましょう。ケンさん TV でした。それでは。